石川家の続ラジはこの番組は鳥取県米子市に住む結婚16年目のごく普通の夫婦気象予報士の私石川や康とフリーアナウンサーの私田中ゆかりがお送りする「ふふっと笑える夫婦のラジオ」です。 インスタグラムと X はハッシュタグフフラジで私たちとつながりましょう夫婦や家族にまつわるあなたのお話もいっぱい聞かせてくださいね 1>, 1週間の締めくくり週末の夜をちょっと楽しくするラジオ夜10時までアラフィフ夫婦のゆるーいトークにお付き合いください。 夫婦ラジアンケート結果発表。参りました。気持ちいいね。え、結果発表。憧れの憧れの憧れでしたか。やっぱり MC するなら一度は言いたい。結果発表。気持ちがいいですね。声張ってましたね。やっぱハマちゃんはやっぱりすごいね。と思いますけど。さあ夫婦ラジアンケート。夫婦パートナーと一緒に寝ますか。 別室で寝ますか、うん、まあ以前のフフラジ相談室に寄せられたお悩みをきっかけにこの問題が今勃発しています。<laughs> <で>意見がたくさん届いていてます<う>、はい、でそれを受けましてふふラジアンケートという X のアカウントで実施できますね。アンケート機能を利用しましてふふ、はいえー、ラジアンケートこれを皆さんに参加してもらいました。それでは一緒か別室かえー どちらが多かったのか結果を発表します。別質55パーセント、一緒45パーセント。よって別室が多かったです。あ、そう。はい。あ、そう。え、コメント欄もねたくさんいただいていますよ。荷に持つタイプさん。すごいすごいラジね。い。石川さん。 ゆかりんスタッフの皆様どこに居るいやいやあのいないですよはじめまして我が家は小学2年生の娘を挟んでの川の字で同じ部屋に寝ていますこれは同じ部屋で一緒かお互いのいびきや娘の歯ぎしりなどいろんな音はありますがみんなで寝るのが落ち着きますまあそろそろ娘も自分の部屋で寝るタイミングかなとは思っていますこれは一緒のタイミング一緒ですねえそして うどん県いりこだしさん。はい、ありがとうございます。市は、市町村の市ね。うどん県いりこだしさん。ああ、そうなんだ。はい、知らんかった。息子と二人暮らしなんで、盆正月、台風が来ようがいつも一緒です。ほら、一緒が多いじゃん。いいね、息子と二人暮らしうんうん。もう一緒が多いじゃん。うん、えー、乃木坂ファイターさんは別室で出ます。うん、あ、ここ別室。海トさん、ちょっとしたきっかけから別室です。うん、番組にメールは 送信しました。ありがとうございます。縦島さん。はい、独身なもんで。あ,あ、なるほどね。まあ。すみません。それでもいいんですよ。いいですね、まあ、もしもパートナーと寝るとしたら、どうですか <laughs> ううですっていう話ですから、ね。アイウェオさん、別室です。はい、えー、そしてビゼンのラジオ小僧さん。ちなみに、この夏の熱帯夜の時は、唯一エアコンがある母の寝室で。 母と一緒に寝ますまあそういう場合もありますよねエアコンシェアねこういうコメントもいただきましたし番組宛にメールもたくさん届きました被害者のけんけんさんふふらじお初投稿嬉しいです先週の福男さんの悩みを聞いてうちの夫婦はもう15年くらい別の部屋で寝ていますでも目音漫才バリバリの仲良しなんです 一緒に寝ることと仲良さは別物ですから安心してほしいなと思います。夫と子さんもねそんな気にしないでください、はい。これ別室。別室です。はい、別室だけどもう仲良し。熊、はいえー、ずむさん、はい、県名夫婦別室で寝ています。<う>母そして妻の立場で回答します。うん 娘二人が小さい頃は一部屋に布団三枚を敷いて4人で寝ていましたが、うん、子供が成長して狭くなってきたので、夫にはリビングで寝てもらうようになりました。はい というのは建前でいびきがうるさいのと子供が夜泣きをしても具合が悪くても夫は起きず私だけが世話をする状況にイラついたので別室にしたというのが本音やっぱ寝寝寝方方が合わないととこか今は娘たちが思春期になりそれぞれの部屋で寝ているので家族4人別々の部屋で寝るようになりました夏はエアコン代がかかって大変です別室やっぱりねでも。 快適になかなかね寝ようと思ったらやっ別室の方がいいのかな。うん、ねええー、カイトさん、はい、あ先ほどねコメントもいただいてました、はい、X に姫路氏からですよ。はい、夫婦一緒に寝るか寝ないか問題。<う> X の夫婦ラジアンケートは別室に一票を入れました。<ー>結婚した直後は一緒に寝ていましたが、はい、子供が生まれたとか私の仕事の勤務が三交代になったとかで別室で寝るようになってからそのまま別室が続いています。うん ちょっっっとししたきっかけで別室になってままいますよね夜勤があるからとか私に対する配慮というのもあると感じます。あ<ー>まあ、ゆかりの一言のように気遊なんでしょう、ねうん、まああんまり深く考えなくていい、ね、ということですね。その別室にね同居、うん、ね一緒に寝てたところから別室に寝れてそれはなんか不仲になったんじゃないかっていうと、はい、そういうのではないよ「汽油」だよっていうことなんですそして テクノロジーさんです。はい、ありがとうございます、えー。僕はよく妻から別の部屋で寝てや、ベランダでと言われています。<laughs> 石川ちゃん、まだ廊下でねえやは優しさです。うん、我が家も部屋の余裕がなく別室の余地なしですが、うん、結構寝る前に子供のこととか大切なことを話せていいですよ。<ー>夫婦同室。同室。同室でした。うんえー、そして、 アイウエオさんアイウエオさんは我が家は10年以上別室ですちなみに子供も別室いびきも温度も全く気になりませんまあそうか睡眠は大事気を使って寝ても休まりませんよねそういうことだねやっぱりそね、快適に寝たいもんね一人でねですよねええそして温泉小僧の清石さんあこれは一緒のやつなんじゃないのそううん

55%と45%ですから、うんうん、圧倒的にどちらかという感じではないですよね。感情アポクリンセンさんは「パートナー夫婦と一緒に寝るか問題僕はまだ未婚の身なので両親のことについてなんです」うん「僕の両親は敷布団は別で2人が横に並んで畳の上に布団を敷いて寝ています」うん いただきました。まあいろんな形がありますよね。いや本当僅差。ね。いやもっともっと分かれると思ったな。別室の方が多いと思いましたか？いやなんかねあの今までの番組のねメッセージを見てみると、はい。ね別室をもっと多いんじゃないかなと思ったけど、結構ね一緒っていう人もねいました。メールはやっぱり別室が多かったですけどね。うん。まあ中には。うんそうね。まあでも。 どっちでもいいか。だって別室でも別に仲の良さとは関係ない。そういうことね。そういうことね。いやわかるわかるわ。なんか睡眠の仕方も取り方も時間帯もいろいろですから。そうね。そこはもうそれぞれで縁ちゃうっていうことになりました。それぞれでね。確かに。でも別室が多かったですね。別多かった。まあ別の方が多い。もうわかりましたこれで。ですね。 まあ、それに伴ってというかあの別室それ,それがきっかけでっていう場合もあります、ね、ね前回のふふらじ相談室がそれでしたよね、うん、冷房問題。うん、え千、ー、歳みどりさんからいただきました先日の「ふふらじ相談室の冷房の件」というタイトルで「はい、絶対暑いと思っていると思います」あ,あのー、一緒に。やっぱり あの一緒にいると暑いためっていうのをうねあの、うん、相談者の方がねうん、うん、えバイデンのことまでま太陽光発電のねバイデンのことまで考える人なら節約のために冷房のスイッチを入れないだけだと思います、うん、その場合服を買おうなんて提案したら喧嘩になります。お 私が出した答えですね。長袖の服を買ってみるのはどう？ああ、寒寒がり、寒がりでね。え、絶対冷房について夫婦で真剣に話し合う案件だと思います。なるほど。私が出したね答えも、まあ長袖一緒に買いに行くとかはどうって言ったんですけど、甘い。ちゃんとちゃんと喋るな、ちゃんとコミュニケーション取ろうっていうね。うん。 そうですよねまあ熱中症で倒れてお金がかかるより快適に過ごしたいときちんと提案してはどうでしょうか、ねうん、節水になるシャワーヘッドの導入を検討するとか<ー>携帯電話の契約やサブスクを見直すとか<ー>なるべく負担のない節約を調べて提案して冷房をつけたい思いの切実さを訴えてみてはどうでしょうおなんかかか真剣 <laughs>、ね、ファイナナンンシシャャルプラーーみたいな、ね、おそうですねね確かにシャワーヘッドとか、ね 携帯の契約とかね、うんうん、あのやっぱ基本ですから、こ,こそうですねあのなんていうの固定コストです。ああ、さすがファイナンシャルプランナー風。いや、風ちゃうわ。<え> <laughs> 資格資格では FP の資格は持ってるんです。あ、そうですか。はい、何級でしたっけ？ええー、二級です。おお<ー>、はい。あなたは？なんでももちろん取りません。<laughs> だってそこで「とりません」じゃなくてもいいやん別になんか,なん,かなんかこちらからあのお断りですみたいな雰囲気出してるやんか <laughs> いいそれはいいですもううちは夫に任せてますんでいや一瞬取ればいいいやいやいやいいです。そんなんそこまで言わなくてもいいです大丈夫ですいやいやそこまで言うて, <laughs> てないですてない <laughs> えそして二郎ま一人旅さんは。はい。 僕もエアコン苦手なんですよ。あ私と一緒ねエアコンの風に当たると、喉が一気にやられてしまうんです。あ<ー>まあ、個人差ありますけど。立、はい、った位置に風が来ないように、二十八度に調整して、扇風機の首を回して進んでいます。ああ、いや、でもいいんじゃないですか。ね<え>、扇風機もこういう。使って。いろいろね。うん 問題まあでもそろそろ落ち着くかな9月に入ったしそうですねちょっとどうですか気象予報士風ないや風ちゃうわだからなんでそこで全部風つけるかな FP の資格もあるし気象予報士の資格もあるんですよ風じゃないですよまだでも暑さは続きますか暑さ続きますよねやっぱね暑さ寒さはね彼岸までといいますけれどもやはり今年も暑かったですからこの暑さはやっぱりまだまだ続くと思いますよお気をつけくださいだから じゃあエアコン問題まだ続くかまあねこれはねやっぱ一緒に住んでるとねやっぱねビタって会うっていうのはなかなか難しいそうですねでも夏休みは終わりました夏休みの石川家の問題いろいろ皆さんにご心配いただいていますよ私たちの読書感想文私たちの次男の夏休みの宿題読書感想文に自由研究あ大変だまだ残っている これはあなたの担当だ。お前がやれ。俺がやれ。そういう感じでね、見守りをね、ちゃんとやってたんですけれども。勘定はポクリンセンさん。次男さん、夏休みの自由研究、無事に終わりましたか雲のことについて研究されたんですよね。石川気象予報士さん、お手伝いお疲れ様でした。どんな研究になったのか気になるので、紹介してください。ああ、やりましたよ。ねえ。 模造紙に二枚二枚書いてね。うん、うん。実験をしました。そう。雲の作り方、雲がどうやったらできるのかということをペットボトルを使って。実際に目の前で雲を作ってみる。そう。はい。っていうのをやりました。ええ。はい。まあまあでも、あの。喜んでましたよ。はい、うんまあ。まあ、良かったかなってあ。それは良かった。うん、でも、なかなかね、ちょっと難しい話だったんでね。うん、どれだけ、まあ、あの。 理解できるかっていうのが難しいかもしれないですけどでもね、あのーはい、体験するのがやっぱりいいことだと思うのであ触れてみるっていうのが、うん、ちょっと天気に触れられるっていうのがね、うん、いい経験だったと思うので、はい、まあそうやってね、あのー、またね興味持ってもらえればい,いかなと思いますけどねでもいろいろ SNS を見ていても自由研究こんなことをしたとかいろいろありますよねこの時期。うんうん、例えばなんかか絵本を作ったとかね へーうん、あと松江城について調べたとかあ地元のはい<ー>、まあ、いろいろやってますよねあとね<ー>地元のポケモンを調べるお<ー>ご当地ポケモンいいいい,いいそれいいですよね、うん、ちなんかちょっとあれだよね地元のこと知,る知れるもんね、うん、いろんなところの桃鉄でね物件買う時にね、うん、<laughs> その土地の機能の。 名物のお店とかの物件があったりすると、えー、ああここはそういうのが名物なんだっていうゲームを通じてご当地の人たちそうそう,そう,そう,そう知るポケモンもそうでしょ、うん、確かにそう鳥取県は三度とかね鳥取砂あるからね鳥取砂、うん、で全部の自治体あるわけじゃないけど、うん、まあこの土地はこのキャラクターだとかね そういう導入部分だから導入部分はねもう本当軽い感じでいいのそっから興味を持ってどん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 深めてもらえばいいそれお次男の親友から聞いたんですよ親から聞いたねお母さんから聞いたんですけど「来年それにしようかな」いやいやパクっとるがななんでそこ輸入しようとすんのよあなた明暗やな名案だないや名だなじゃないよそんなんやったらそこにちょっと見に行ってみるとかね その実際にその土地のところに行ってなんかそのポケモンの,そのキャラが飾ってあるとかグッズ売ってるとかそういうのを見てみるとか,か実際にね売、はい、ってたりすると「へえ」って思うれいいなまさにそれだなみたいな来年忘れんように覚えといていやなんで俺がお <laughs> 来年の今のカレンダーにいるとこういや入れんねええわんだいや今やったらかんな7月ぐらいの、うん、そう今だったらもう遅いここでしたーで終わるやんか <laughs> ポケモンやるつもりでしたーで終わりやんか今 <laughs> いやでも来年はちょっとねあのー、7月 ぐらいに、うん、石川ちゃんの自由研究解決しますみたいな講座を。講座。やりましょうよ。<laughs> あ、そうですか。石川ちゃんと自由研究を作ろう。いや,いや自由研究を作ろう。<laughs> うん、自由研究、えー、まとめよう。ああ<ー>、うん。お天気のことを調べよう。ああ<ー>。ね、そういうのをやると、みんなで解決できるし。うん、自由研究もう七月の間に終わっちゃうかもしれないし。ああ。 子供も親もバンバンですよああほんとにいやまあ確かにねネタ困るもんねうんいいと思いますんかそか私は横で「おいいなうまいこと書くやんか」とか盛り上げますからいや簡単な仕事簡単いやあなたこそなんかやったらいいじゃないですかなんか講演会もやってるんだから横でいや横でじゃない俺が俺が仕事しなきゃいけなくなっちゃうあなたもなんか か自由研究で私の仕事を生かした自由研究なんてあるうん,うんあなんかフリーアナウンサーの息抜き方とか <laughs> いやいやいやリアルすぎるわそんなここに怖いいやいやここ行きましょうとか。 小学生とかがやんねん小学生とかが模造紙にガって書いたりするわけよ写真とかでなんでそんな不倫アナウンサーの息抜く術を書かなきゃいけないのそんなとりあえず謙虚にとかとりあえず褒めるとかそういうコミュニケーションの取り方はとかいやポカそれこそ「はあ?」ってなるお礼のメールって大切だよ」とかいやいやいや お菓子ちょっと授業が難しい小学生向けにどうですか小学生向けにはならないよそれとりあえず食べて楽しむラジオこうやって作ってますいやいやいや BSS ラジオラフリ聞いてねいやいや万世やん万世になっとるああいいですねまた夏休みに向けて来年のねそうねなんかちょっといろいろご要望があれば夫婦アットマーク BSS いやいやいやそこ <laughs> いやいや営業案件みたいになっちゃってそうです乃木坂ファイターさん、はい、自由研究は大変ですね何をするか悩みますよね俺は小用の時日本のプロ野球を研究しましたあいいチームの拠点を調べるのが大変ですああいいねフランチャイズね,ねこれもいいですねあとはねテクノロジーさんは、はい、読書感想文について僕は文章を昔からバーッと書けるタイプなので読書感想文を書くのは全くストレスなく楽しく書けます、えー、すごっ でも本を読むのがすごく遅いタイプなので読むのに苦労していましたああだから短編集がいいんですってああ読むのに1,000ページの本を読んでも10ページでも読書感想文という意味では一緒なので短編を選ぶようにしていましたはあなるほどまあそうかそうそうね「ん。雲の糸」「年春」 ちょっとアクセント合ってるかな。年春が最高です。<laughs> いや文系だね。うん文系だね。うんこの作品でみんな読書感想文書きや。<laughs> ありがとうございます。えー、えー、他にも、えー、ラジオネーム BS さんから初めて来なフフラジには関係者の皆さんお疲れ様ですこれからも頑張ってください,いうあありがとうい一言シンプルなエールをありがとうございます。ますこの後はフフラジ相談室です。 あなたのお悩みをズバッと解決このコーナーは結婚16年目ごく普通の夫婦生活を送ってきた私たちがあなたのお悩み相談愚痴などを一緒に考え解決していきますはい前回のお悩み相談者岡山県人海戦術さんからご丁寧に お礼のメールが届きました嬉しいお悩み相談室に採用していただきありがとうございました設定温度は31度なんです<ー>リモコンに表示されているんですはい、はい、それでもエアコンは作動しています涼しい風が出ています、うん、それだけ部屋が暖かいのです、うん、妻は扇風機で過ごしています、うん 切実な,なるほどね,ね、あの追記がありましたね。まあなかなか噛み合いませんが、のんびりとやっていきたいと思います,すといただきますよ。ねまあね、なねなかなかねビタって合うのがね、うん、難しいですけどね。マスクやっておっしゃるようにね、あ<ー>まあのんびりとね、うん、あの。 夫婦ね仲良くやっていただければと思いますよ。え,えそして福男さんは夫婦、うんはい、ラジ相談室に、はい、ガルや経済というのはいい怖いな <laughs> いやいやなるよなる時もあるよそら、うん、マナーにしといてくださいよはい、はい、すいませんでした、はい、<laughs> 福男さんから前々回にね、はい、お悩みいただきました。はい ゆかりんのサインの入ったメッセージ、ステッカー、先日届きました。嬉しくて、額に入れて大切にしています。うん、お嬉しい。が、飾ってはいません。額に入れてどう何床でも、床に置いてあるからということでね、あの、このふふらじ相談室で、お悩みいただいた方、うんはい、で、住所書いてある方は、はいあの、番組オリジナルのステッカーを差し上げています。はい、そして私たちのメッセージも、 いらないかもしれませんが送りつけています <laughs> いやいや無駄ななんかメールみたいな感じ <laughs> ぜひあなたのお悩みをね、はい、メールか BSS アプリでお寄せいただきたいと思います、はい、さあ今回のお悩み松江市愛上夫さん少し前にいただきましたよ、はいはい、ありがとうございます目音漫才が面白い石川ご夫妻こんばんははいこんばんは <laughs> 突然ですがお二人は趣味をお持ちですかはいはい お忙しい2人ですから趣味をしている趣味に費やす時間はないかもしれませんがうん、うん、夫婦で違う趣味しかもお金がかかる趣味の場合、うん、パートナーとしてどどこままで許せますか、はい、あなるほど、うん、ちなみに私の妻は専業主婦なんですが、はいうん、1 1年にに回は推しのライブに出かけています<ー>チケット飛行機ホテルグッズで軽く10万円以上使っています。そうなるか ちなみに私は近場のラジオイベントにしか行きませんがその時は明らかに妻は不機嫌になられれまますすこどう思いかなるほどどうでしょう趣味ね大切ですよね自分の時間そうねまあでもこれ趣味はねいやあ二人ともあるっていうのはまず素晴らしいですよそうですねなか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 ね趣味ないって いうね、うん、方もいらっしゃってねなんかつまんねえな<は>みたいなつまんねえ、まあ、毎日だなみたいな、ね、休みの日何をするか,とか、ね、そうありますけど石川ちゃんの趣味はああ僕は、まあ、野球、ね、そうですねスポーツ観戦に見に行く、うん、でそれのためにちょっと遠く行くとかねそういうこともありました。うん、以前は 日本シリーズ。日本シリーズも行きましたね。あの時は一人で行きましたね。いやいや、そうそう、ありがたかったですよ。行けて。あとは今シーズンだと。あのうちの長男と一緒に。二人で行ったこともありました。ねそうそうそう。はい。甲子園ね。家族みんなで行くこともありますけれども。まあ、この試合は見ておきたいとか、ここはチケット取れたからとか。そういうことで、まあ。夫婦一緒ではない。そうだね。行動で。そうそうそう。はい。しましたけど。こうやってね、あの。自由に生かしてもらってる時もある。 はい、ねあ、あってありがたか、ありがたいそうですね。うん、あと、私の趣味は、<う>うんご飯食べ行く。まあ、そうね。友達と会う。あ、あと、ライブですね。あの、まあ、推しのっていう、この、あ,<ー>あゆやさんの奥様ほどではないかもしれないですが、うん、私はいろんな方の、あのー、コンサート、ライブ。 に行くことが好きなので、そのためにこう関西に行ったりだとか、まあ地元で楽しんだりっていうのはよくしますね。ご飯とライブはい、ご飯とライブです。一緒でもいいです。ディナーショーじゃなディナーショー一回行ってみたいわ。ディナーショー行ってみたいね。結構かかるから。いや結構かかるから。でも近くでね、おしと近くで。いやいいですね。 ま,まずはじゃあ私がやろうかなんでお前がやんのよ <laughs> んであんたがやんのよおかいやおかしいし田中ゆかりディナーショーいや誰が来んのよそんな <laughs> いやほんま誰が来んのよです本当にやったら来てくれますかね<え>大阪ラバー永遠に歌いやいや嫌でしょそんな喉も通らなくなっちゃう <laughs> なんか食事楽しみながらいやいや楽しめないでしょ <laughs> ちょっと食事ちょっと別室出てで <laughs> いやいやおかしいおかしい歌いながら握手なんかしていやおかしいよ <laughs> <laughs> 誰がやんの誰が行く楽しそうやな <laughs> お金払ってきてもらいます。まあ、趣味ね、いろいろありますよね。うん、でも、この10万円以上を使われると、ちょっと、お おおってなるかもしれませんね。まあね年にね何回かだよね。そうそうその例えばそれがねもう毎月のように十万円とかだったらいやわかんないですよ。どれぐらいのでも一年一回って書いて一回か一回だったらまあまあどうかない十万円な結構でかいよねでもねでもねで松江に住んでいてまあもし仮に東京とかね横浜でライブとか結構多いですけどかかるよね。飛行機チケット宿泊費 グッズ行くなら行くなら買いたいそういう気持ちも分かりますでもあいうえおさんは近場のイベントしか行かないでもその不機嫌になるっていうのがちょっとあれですよねちょっと気になりますよねそれぐらい一緒にいたいのかなあいうえおさんお客様はそうかもねええうん。ええそ一緒にラジオイベントねラジオイベントは近場だから一緒に行くとかいいかもしれませんよね なんかそこもねいろいろ楽しみ行くことでまたね移動も楽しいでしょうしまたいつかふふらじイベントをしてねそれに来てもらいたいですねふふらじフェスいや別にあの書かなくていいからですねあの台本に書かなくていいからふふらじフェス言霊ですからこういうのは言葉はねた魂を持っていますあのも文字も魂持ってる文字玉文字文字玉ふふらじフェスって書いたらふふらじフェスが開催 近づくかもしれません。いや、そこでディナーショーとかやめてよ、本当に。名案や,やな。やっちゃうわ、もうね。<laughs> あ、もう時間ですわ。あ、そうですか、はい。では、お悩み解決へと導く、ふふっと、<え>では、同じ、んんでは、お悩み解決へと導く、ふふっと一言の発表です。夫婦平等で楽しもういいね。うん。やっぱ、平等でね。うん。ま ま10万円もねまあそれいいと思いますけどね1年に1回いいと思いますけどそこはあゆえおさんの楽しむものも認める夫婦平等そこは金額だけの問題じゃないですけどねどっちもどっちも楽しいとんでウィンウィンになってねそれはそれであ楽しそうだなってそれあねお土産話もね楽しく聞けるでしょうしでふふラジフェスに2人で来てください いや未定のイベントのことを言わなくてもいいよ、別にこんなことだまですからふふらじ相談室でした石川家のフフラジいかかがだったでしょうか、はい、番組ではあなたからのメッセージ、相談、お悩み、質問、愚痴、何でも受け付けています。 インスタグラムと X はハッシュタグフフラジ、カタカナでフフラジ。メールアドレスはフフアットマーク BSS.JP、フフフアットマーク BSS.JP です。BSS アプリからも簡単にメッセージを送ることができます。来週もフフッと笑える夫婦のラジオ。フフラジでつながりましょう。フフ 二人は永遠の愛を誓いますかはい、誓いますあれから十数年 <laughs> なんでやねんな甘エビの頭はすいやいやいや、そこは人の自由やろ洗いもんしたら手荒れるよ。いや、大概僕がやってますけど自称三一の押し出し夫婦がお送りするいや、そこ,こ押しりやろ石川家のふずらじ BSS ラジオ毎週金曜夜9時半から布団かぶって一人でこっそり聞いてみていやどんな番組やねん